どうも、エルザーです。それでは、レメナントやっていきたいと思います。フォードの手がかりがやっと聞けて、こっからというところだね。いてどういう攻撃っすか。ほう、危なかったわ。急に新敵出てくるか。強いね。敵強いね。回避しながら攻撃するようになってるんだね。普通に綺麗に避けるな。やばいね。体力すぐ持ってかれるよ、こんなんじゃ。ちょっと画面が見えないね。ほう、危なかったわ。しかも自分の攻撃で防御力下がりそうになるっていうね。まあ、諸刃の剣ではあるな、場合によっては。どこ？まだこっちでいいのかな？あった。やっと見つけた。おとなしくしてなさい。うん、オッケー。これでいいかな。だいぶ歩いてきたけど。さて、ここは枯れ果てた村。村か。
村か。村ねえ。お、なんか落ちてる。知恵の書か。ああ、基本的にこの武器は2発打ち込んだ方が今のダメージ的には強いか。からだ？なんか声はするんだけど。早く早くして。おお、ずっとついてきてたんだね、キビアで。道理で後ろから聞こえるわけだ。回復しておいて。そうだね、ちゃんとした回復手段が今ないから、回復のやつに振るのもありか。あれ？戻ってきた。ミスったね。まさかの。上がってあっちに行ける道なんてあった？2階かな。あ、あるある。気が楽かな。今どいつ？そんな後ろ来てたんだ。いるね。電気を帯びてるってことはなんかいるね。あ、いたいた。危なかったわ。あの帯びてるのはきつい。これぐるって回っただけ。そうだね、回るだけだね。声はするんだけどさ、声だけなのよね。よし、行こう。声だけならいないも同然だね。
けるね。これはまずいわね。だばったわね。ここに来て炎上か。おーおーおお。いいね。よし、終わったわ。なんだよな、左側。よしよしよし。おー、いいなんじゃん。スピリットストーン。モッドパワー生成の 25% 増加し、武器モッドダメージ 10%。 はあ、悪くはないけど、モッド用の洋服とか着た時にはめちゃくちゃ使えそうだね。マジか、あんなのがいるのは聞いてない。なんだ、近くいるね。お前が避けるか。よし、終わったわ。本当？これで全部？もうこれで全部ならありがたいけど、よし、もうちょいで出れそうだね、ここはね。こっちか。で、そこを、ここを右ね。なんか面白いの手に入ったね。何これ。デモリ。エクスプロージョン爆発ダメージ増加か。じゃあ今のと組み合わせるとなかなか強そう。意外とね、壊れるのが分かりづらいんだよね、今回。よし、脱出。ボスが出てきそうな感じだね、この感じはね。そしたら一回強化して戻ってきましょうかね。さあ、戻って。できたけど、どんなボスかな。
うわ、めんどくさそうな場所。場所がなんか、感じは嫌だね。ウォーデンの縁談。縁談。わあ、うさんくさそうなのいる。お、来た。ああ、コンビね。二人組か。なくなったわ。これはまずいわね。まさかのリロードしてなかった。やばいやばいやばい、よくわかんないけどやばい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 、おお、ほらほら、一人死んじゃったよ。おお、そっちか。あいつ逃げんのか。これちょっとめんどくさいね。これはまずいわね。どこ？あ、向こうから来てくれるんだったら、あ、そのままかわいそうに。なんてやつなの。まあ出血でね。もう向こうが炎上しか狙ってこないなら、まあそうなるよね。さらに飛んできたね。ジャングルフォードに至るところの道を見つけると。おお、戦士の街道。いや、戻ってきたのか。へえ、じゃああとは生きるのは下だけだね。下だね。うん、下だ。じゃあ次は下に行って、ちょっといろいろと。
見てみますか。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。ではここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。